はあ、にずこちゃんは今日も可愛いな。本当ににずこは可愛いな。にずこは可愛くて綺麗で、アニャのプリンセスだ。いやいや、ねずこちゃんは俺のプリンセスだって。アニャのプリンセスだ。俺のだ。アニャだ。アニャの方がねずこ好きだからアニャのプリンセスだ。俺の方がねずこちゃん好きだって。アニャだ。俺だ。こうなったら、プリンセスねずこちゃんの塗り絵対決で勝負だ。おぉ、このプリンセス姿のねずこを上手に塗った方が勝ちという勝負だな。そうだ、動画を見てるみんな、これからアーニャと善逸がプリンセスねずこの塗り絵を塗るから、最後まで見てどちらが上手か判定してほしい。俺の方が上手だったらコメント欄に善逸って書いてね。アーニャが上手だったらコメント欄にアーニャって書いてね。見る準備ができた人はグッドボタンを押してくれると嬉しいぞ。わぁ、みんな見る準備バッチリみたいだね。よし、まずはアーニャからプリンセスねずこを塗っていく。わかった。可愛く塗るぞ。アーニャ、プリンセスねずこを可愛く塗る。まずは髪の毛を塗っていくぞ。ねずこの髪型は、髪の毛、アーニャと同じピンクにしたい。とっても可愛いと思う。2種類のピンクにしよう。とってもおしゃれだと思う。なんで髪の毛こんな分断されてる感じなんだ。不思議だな。できた。お目目の色は、こんな感じで、黒入れて、あ、こんな感じの、あー、ちょっと大きすぎる。こんな感じの黒にして、で、こうにしてたら、わー、キラキラだ。かわいい。そして、ねずこは、竹を加えているから、竹の色を塗っていくぞ。竹の色もおしゃれに2色にしてしまおう。おしゃれだな。顔の色も塗って、お耳も塗って、リボンは何色がいいかな。こんな感じのピンクにしようかな。すごく可愛いと思う。お洋服は、そうだな。薄いピンクなんてどうかな。白でも可愛いと思うな。こんな感じで塗って、ここは濃いピンクにして。ここは濃いピンクにして。ここは、腕。よし。いやー、スカートもちょっとピンクにしようか。よし、これでプリンセスねずこ出来上がる。あれ？ここ塗ったのに濡れてなかった。よし。これでプリンセスねずこ出来上がりだ。どうだ、善逸。アーニャのねずこ上手だろう。ほんとだ、ねずこちゃんピンクも似合う。かわいい。よし、次は俺の番だ。俺もねずこちゃんを超可愛く塗っていくよ。ねずこちゃんは、髪は黒だよね。黒で塗り塗り。やっぱねずこちゃんは黒髪が似合うよね。ここが隙間だ。濡れてないところを塗りつぶしていって、そして、あ、ここ濡れてないね。毛先をこんな感じの色で塗り塗りして塗りつ、あ、ダメだった。こんな感じかな。
感じだ。お目目は、確か、赤い感じだったよね。で、こんな感じになって、目目のキラキラした部分を白で塗って、わあ、かわいい。ねずこちゃん、すごいかわいい。顔の色も塗ろう。おっとっと。髪飾りは、ピンク。手の色も塗って、お洋服どうしようかな、悩むな。洋服は白もねずこちゃんすごい似合うけど、やっぱりちょっと俺と似せた色にしちゃおうかな。うんうん。こんな感じの黄色いドレス。うん、かわいい。で、腰のこの部分は、あ、もうちょっと、明るめのオレンジ。いいね。わー、かわいい。プリンセスねずこちゃん、出来上がりだ。どうあーにゃ、俺のねずこちゃんもかわいいでしょう。ほんとだ、悔しいけどかわいい。動画を見てるみんなはどっちのねずこプリンセス上手と思ったかな？上手だと思った方の名前をコメント欄に書いて教えてね。アーニャの塗ったこちらのプリンセスねずこの方が上手と思ったらコメント欄にアーニャって書いて教えてね。ねずこはやっぱりピンクが似合うと思うんだ。ピンクを基調としたとっても素敵な色に塗ってみたぞ。みんなコメント欄にアーニャってたくさん書いてくれると嬉しいな。よろしくね。僕の塗ったねずこちゃんの方が上手と思ったらコメント欄に善逸って書いて教えてね。わあ、まるでおとぎ話の世界から出てきたみたい。素敵なプリンセス。ねずこちゃんってやっぱり可愛いよね。どんな服着ても似合う。さすが。俺の将来のお嫁さん。可愛い。ってことでこっちの方が上手と思ったらコメント欄に善逸って書いて教えてね。みんなのコメントお待ちしてるよ。最後まで塗り絵対決見てくれてありがとう。チャンネル登録がまだの人はチャンネル登録もよろしくお願いします。それじゃあ今日はこの辺で。じゃあね。バイバーイ。動画を最後まで見てくれてありがとう。メリーからのお願いメリー。アソブームの画面でこのチャンネル登録と書かれているボタンをポチッと押してほしいメリー。そう、YouTube のボタンをポチッと押すメリーよ。そうすると、アソブームの楽しい動画が毎日見れちゃうんだよね。シールや塗り絵、いろんな動画がたくさん。おしゃれでイケてる動画が見つかっちゃうかも。楽しい動画たくさん用意してるので、チャンネル登録してアソブームの動画いっぱい見るメリよ。そうそう、動画のここにあるアイマークをタッチすると、アソブームの他の動画が出てくるメリ。タッチしていろんな動画を見てみるメリよ。これからも遊ぶのよろしくメリー。